介です。久しぶりですね、洋介。元気？帰ってきましたよ、昨日。かわいいね。ということで本日は、アラモアショッピングモールに来ております。はい。で、ゲームセンターのね、なんていうの、ジャングルファン、ジャングルファンアイランド。で、旅行ではね、なかなか来る機会ないからね、代わりに僕たちが行ってこうっていうね。そうだね。なんかやりましょうか。とりあえずやりましょうか。行ってみよう。コインを入れるんじゃなくて、カードを作って、カードにお金を入れないとプレイができないようになってる。あれだね、ゲームしてなんかポイントとか、多分コインとかの数によって景品とかに取り替えられるのかな。まあ、このカードを買うんだよね、多分。で、僕たちは今20ドルずつ入れてました。で、大体1ゲーム2ドルって言ってたから、大体10回プレイできるから、これで。あー、OK。 じゃあ行きましょう。見ての通り分かるけど、日本人はいませんね、なかなか。まあね、こっちの現地の方多いね。これなんだ、シューティングゲーム的な、かわいい。かなりポップなビアポンっていう、まあ飲みのゲームがあるんだけど、ボール投げて入れるか、ここにバウンドさせて向こうに入れるか、こうやってで、スタートしたら始まるんだね。いってるよ。え、ずっと同じとこ行ってんじゃん。これが決まってるの、13個って。そんなこと言ったよ、俺これでいけるよ。ああ、チートディフェクテッド。ダメだよ。チートできる、チートできない。ああ。俺さ、最初さ、秒数があるかと思って、ね、こうやってやったけど。ね、ゆっくりでもよかったね。すごいぐらい気づいたん。あ、これ？これ。何これっていうか。でけえな、でけえな、なんか。倒して。ただスコアを得るっていう。ラスベガスになんかこういうのない、なんかでっけえルーレットみたいなとか。ある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 。まあアメリカっぽいね。ちょっとね。お、スピンしました。グッドスピンだって。そうかな。ちょっともうちょい近づいて。でも一応。あ、でも40投かかった。あ、やった。ユータより強いじゃん。チケットの感じ。加算されてる。え、待って、俺たち何トークンかあるか知らないけどさ、増え続けんのこれ、もしかして。このゲームだと。違う、トークンとクレジットは違うと思うよ。クレジットがプレイ数でしょ。あ、そっか。で、こっちでもらったチケットをあそこで変換するんだよ。はい、トークンの数を増やせば増やすほどいい飛景品がもらえるってことか。そうでしょ、トークンの数を増やせば。そういうことで。なる。僕はこの平成で、平成の最後の方にめっちゃ有名になった、なんだっけこれ、フリッジスピナー、ハンドスピナーでしょこれ。なんかそう、あとベアリングが入ってるスピナーだよね。もうなんか聞かなくなったよね、最近で話でも。もうないね。スピンワンスだよ。思いっきり回して、一回だけ。え、めちゃめちゃルーレットだった。え、100？ 100トークンしてた。しかも結構良くない？100って。うん、なんか長続きするのやりたいんだけど。ボールが入ってて、この箱にボックスに50個以上入れればいいのよ。なるほどね。やばい、下手くそすぎだろ。あ、来た。はい、で多分 OK でしょ。で、今50個落として何個入ったかでしょ。あー、かなり入った。あー、マジか、もうちょっと惜しかったね。あら、これやばいよ。とにかく思いっきり打てばいいんだよね。これ以上引けないの。え、これ以上引けないの。ダメじゃん。だからこの距離。ええ、50。しかもチケット出てきたし。見て。やってみようかな。これ何なの。ちょっと俺これやってみるわ。バーチャルリアリティ。陽介の映像は上で。どうすんの。頑張れ。お、お、すげえ。動く動く。おお、気持ち悪い。気持ち悪い。え、それ前に進んでる感とかあんの。ちゃんとある。あ、マジですげえ。
すげえシュールな絵なすげえシュールなんだよねこれシュールお疲れ様です。どうでしたか？感想は？感想は？気持ち悪い。あのね、すげえシュールすぎてね、多分10秒くらいしか持たない。インサフィシェントフォン終わった。え？20ドルで、これ3回しかやってないよね。あれと、ビッチ。これ今の俺の。これ2回できるの？2回できるからもう2回で線を取るっていうね。え？もう早すぎだよ。早すぎ。壊したと思った今、はい、した壊したら高くつくぜ怖い怖いお、線がないおお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 おチケットも4なんだけどあ、分かったよく見てうーわーここが4ポイントで線の前そこだけ線もう一回やりますよ待って、最後のマジなワンチャンスグッドスピンだってグッドスピン。おい、250。いいんじゃない？あ、ダメだ。40。40。さっきと一緒だ。これは？最大500ポイントいける最大。おお。これ普通になんかハンカチっていうのなんていうの？これ。ビンバッグね。クッションみたいなのが出てくるからどんどん入れてくる。お手玉みたいなのが出てくるんだよね。それを穴に入れてくっていう単純ゲーム。ボタンを押してね、鳥を車に当たんないように、電車に引かれないようにやるんだよ。で、やりますもん。OK。でも、時間ないからね、ゆっくりでもいいから。電車来る、行け言ったじゃん、電車来るって。こんな残酷なの再チャレンジ。あー、死ぬ危ない。乗って。いやだからさ、センスなさすぎだろ。これ道路かと思った。違うよ、水だよ。どう見ても水じゃん。ということでね、僕たちのその20ドル、40ドルのくらいで何が手に入ったかって、このサングラスとその車用のミント。ミントだけでした。あらね、ハワイに来てね、ちょっと荒物な暇な時ね。結構面白かったよね、初めての動画だし、ね、うん、まあね早かったね、時間的にこういう暇つぶしも結構いいと思いますよ、たまにまあねということで、本日僕たちの動画を聞いてくれたらグッドボタンお願いしますチャンネル登録もよろしくねデュッ陽介のさっきポイントの減りがエグかったわね多分だけこいつのせいこいつのせいで一気に減ったと思うんだそれいくらだろう LAG で大体高くて10、15くらいかなえ、嘘20とかじゃないの44 そりゃなくなるわな